ベンジャミン・ナムディ・アジキウェは、ナイジェリアの政治家、イボジン。ナイジェリアの第三大総督を務め、共和制移行後は、初代大統領に就任した。アジキウェは1904年11月16日、当時イギリスの植民地だった、ナイジェリアの西部、ナイジャー州のズンゲルで生まれた。ラゴスの高校を卒業後アメリカに渡り、ワシントン DC のハワード大学で学んだ後、 1930年にペンシルベニア州のリンカーン大学に移った。大学卒業後、1934年11月にガーナのアクラに渡り、日刊誌、アフリカンモーニングポストの編集長となった。筆家により6ヶ月入国の後、1937年にナイジェリアに帰国し、ラゴスでウェストアフリカンパイロットが身を送刊、民族運動を推進した。 1944年、ナイジェリアカメルーン国民会議が結成されると入党し、ジャーナリズムから政界へと転身した。1946年には議長となった。1946年2月、彼に浸水する若者により、アジキウへの愛称、軸にちなんだジキスト運動と呼ばれる民族主義運動が開始され、当初は東部だけであったが、 翌年には都市を中心に全国に運動は拡大した。1949年には絵の具の炭鉱労働者のストライキをきっかけに反政府デモを行ったものの、1950年には当局により禁止された。その後、1954年にはナイジェリア東部州の首相となり、さらに独立要求を続けた。1960年11月16日、 ナイジェリアが独立すると総督となり、1963年に共和制以降が可決されると、ナイジェリア連邦共和国の初代大統領となった。しかし、ナイジェリアの政府内は、タハワバレワ首相の率いる、北部州とアジキウェの率いる、東部州との対立が激化し、北部州よりの西部州をも巻き込んだ戦争により、混乱が続いていた。 1966年の軍部クーデターで辞任し、1967年から70年までのビアフラ戦争期には、当初畜エメカを畜中佐に協力してビアフラ側に立ち、スポークスマンとしてビアフラ支持を訴えたものの、後に連邦支持に転じた。戦後は1972年から1976年までラゴス大学の総長を務めた後、1978年に ナイジェリア人民党を決闘、1979年の民政復帰後の大統領選に出馬したものの、セフしゃがりに敗れた。1983年、軍事政権に追われ、政界を引退した。以後、兵部隊に立つことはなく、1996年にエヌグで死去した。現在のナイジェリア首都アブジャの国際空港、ナムディアジキウェ国際空港は、 彼の名にちなんで名付けられ、また、ナイジェリアの通貨、500ナイラ紙幣には、彼の肖像が印刷されている。ありがとうございます。